して、前週からいろいろな意識したり、アブレッションを持っているコンディションがあれば、まあ、そこくらい中盤のところで、あんまりこう回せなかったので、なかなかうまくいかない、動かない時間帯が多かったですけど、そういうところを見てみると、練習から改善はしてきているんです。次の試合でそのように成功できるように気がします。相手強行よりもやっぱり強行できるかどうかが重要だと思うので、しっかり前から話し合って、やっぱり一生懸命やっていければ。